うわ、やられた。あ、でも外も見てる。声出して、あー、なんで。こんにちは、ひろとです。突然ですが、皆さんに質問です。人類が一番好きな食べ物は何でしょう？はい、違う、重殺系。人類が一番好きなのはハンバーグです。異論は認めます。料理全然知らんねんけど、料理全然知らんやつでもハンバーグ作れるよっていう動画を作ろうかなと思って作ってますよ。ヒロト流最高ハンバーグの作り方、レッツゴー。料理を上手にするコツとしてポイントなのは、あの、手を切らないことですね。非常に大事になってくるので、気をつけてまいりましょう。ボルボル、玉ねぎを炒めますね。うわ、やられた。目が、あー、うわ、もう見て、ほら、もう一生わかへん、これ。鼻水が出るけど。はい、で半分ぐらいやったら、エリンギ、エリンギ合うんかな、どう思う？ちょっと予想しといて。できた。ちょっと冷やします。で、やっぱこの合間合間に洗い物をなしていくと最後めんどくさいやんか。これポイントです。お、なんかプロっぽくね、俺。やっべえ。こちら、でで、600ぐらいあんのかな、4人分ぐらい作ります。全部食うの俺やけど。はい、あんこ、これ5ぐらいかな、6ぐらいやっとくか。はい、牛乳見て、安くなっとって160円。くっ、50円も安いぜ。イオンで買ったのよ。あなたもよろしかったら行ってみて。まだあるかもしれなくてよ。600やから、まあ、6ぐらいかな。まあまあええね、焼くから。塩コショウ少々、塩コショウ少々。おもろ。さとちゃん、これも少し。でも砂糖なんてさ、大きいで俺だけうまいから。味の素、今日はあります。あとニンニクチューブ、これはでもほんま入れすぎるとめっちゃ強いから、ちょっとでいいと思う。じゃあこねていきます。なんか具材少ねえなと思ったら入れてないな、あれ。うん、あったかいの。これやってみようか。肉汁が出るからあんま良くないんだ。失敗したら、このやり方は失敗するっていうのを学べるやん。無駄なことなんてないんだよ。すごない？なんか俺詩人家になろうかな。俺学校がさ、工業高校やったんよ。で、クラス40人男で3人かやから、もうほぼ男子校みたいなもんで、もう恋愛とかも全然なかったから、共学とかマジ羨ましい。なんかすげえ妄想した、共学の恋愛で。最近学校がすごく楽しい。帰ってきた気持ちが思いのほか良かったし、喧嘩してたあの子とも仲直りできた。そして窓の外を見ている君に恋をしている。なんてね。恋いいな、しとき。恋、じゃあこねていきます。あったかいとダメやな、あの、ドゥルンドゥルン。はい、学びました。ちゃんと冷やしてからね、やりましょうね。もうけど、まあ俺にとってはこんなんもうほら、赤子の手をひねるようなもんやから、マジ余裕っすよ。これなんか、これむずない？くっつ、なんかで、なんかあれやろ、空気とかをこう抜くとかあるんやろ、やり方。できません。できませんよ、求めないでくださいね。素人があの一からね、料理やってますから。できた。なんかすでに美味しくなさそう。ブルブル。いやけどさ、マジ成功したらすごくね。これさ、フライパン無理じゃね、こうやって。ドゥルンドゥルンよ。あ、いや、いける、いけ。あ、あ、いった。数分したらね、裏返しますからね。これさ、毎回思うんやけどさ、ひっくり返すのさ、難易度ルナティックじゃね。じゃあひっくり返しますよ。ヒロト、男になれ、男になれ。まあほぼ成功です。うい、うい、うい。お、よくね。本当は蓋して弱火でとかやるんやけど、平べったく作っとるから結構すぐ火通るんや。それをハンバーグと読んでいいのかどうか知らんけど、ヒロト流です。油とな、残りでな、最後ソースを作ります。ケチャップの方が多い。3対2かな、3対2。し
醤油をちょっと。すごい料理人みたいな。料理人って呼んでこれかな。いやすごいのできたぞ。どうぞ。まあ待って、言いたいことはわかる。まあ確かに見た目はな、うん、あれやけど、まあけど愛情込めて作ったから。ほら見てこの肉汁、おげれつな。いただきます。うわ、え、見た目さ、まあ良くないやん。見てて出てきたらぶち切れるやん。味ミシュランでした。エリンギがみじん切りで入れて今回いいわ。食感が面白くて、で正直エリンギの味は全然知らんけど、まあ、かさ増しにもできるし、いいわ。見た目失敗の味大成功、やった、ごちそうさまでした。まああの今はほんと正直このレベルやけど、ここからあのどんどん上達していくんで、俺の成長見といてありがとうございました。またね。銃殺刑って面白かったな。